プロスピ交換会で神引きがしたい、神引きがしたいの。交換会でいい選手を引くためにローソンで買った唐揚げくんのゴミをポイ捨てしてきたんで神引きできると思います。それでは見ていきましょう。さあ、ということで結果を見ていきたいと思います。得を積んできたんでね、神引きできると思ってます。いや、欲しい選手いっぱいいるんで。ああ、まず大貫選手ね。で、オリックス、うわー、ワーニンか、ワーニンは持ってんだよな。さあ次、うわー、シミノボ選手、得を積んだんですが神引きできませんでした。またね、新たな得を積んでいきたいと思います。